ウーズベキスタン鉄道を、ズベキスタンテミールヨラリーは、ロシア鉄道の中央アジア鉄道局管内の鉄道路線のうち、ウズベキスタン共和国の領内にある部分をもとに、1994年11月7日に創設された。2007年現在の営業距離ほどは、約 3645km である。期間は 1520mm。 職員数は54,700人以上である。この鉄道は国の貨物輸送量のうち約90%のシェアを占めている。国際鉄道連合と鉄道国際協力機構の一員であり、欧州委員会による CIS 諸国に対する技術支援プログラムを受けている。多種県都駅カスピ海横断鉄道の建設は1880年に始まった。 1888年には、チャル城からアムザリア川を目標で渡り、サマルカンドまでの運行を開始した。1899年には、路線はタシュケントに達し、同年には、フェルガノボンチの今日のアンディジャンまでの支線も開通した。1906年には、トランスアラル鉄道が開通し、タシュケントとロシアの中心部がつながった。第二次世界大戦中には、 タシュケントからアングレンまでの支線が設けられた。1970年代には、チャル城から現在のカラカルパクスタン自治共和国のクングラードを経て、カザフスタンのベーネウまでの路線が開通し、ヨーロッパへのもう一つの門戸が開かれた。ウズベキスタン独立以後は、隣接諸国を経由しないで、住むような新鮮建設を中心とした幹線ルートの再構築を模索しつつある。 また、高速鉄道の新線建設を行い、2011年に、タシケントサマルカンド高速鉄道の運行を開始した。さらに、2016年には、カムチック峠を通過するトンネルが開通し、タジキスタンを経由せずにタシケントとフェルガナ盆地を結ぶ、路線が開通した。2004年に運行を開始した。タシケントとサマルカンドの2大都市を結ぶ、 電気機関車に牽引される61から4170が打客車の6両編成で、車体の床と側面はステンレス構成である。車内は6人個室からなっている。冷房付きで、真空式 WC は停車中でも使用可能である。列車名は、サマルカンドにある広場の名に由来する。列車名は、東方を意味する。足ケントからサマルカンドを経てブハラまでを結ぶ。 客車は、タシュケントの鉄道工場で、更新修繕されたものが使われている。2011年10月8日に営業運行を開始した、タシュケントサマルカンド高速鉄道を走る高速列車である。列車名は、13世紀に、チンギスカンのモンゴル帝国に破壊された、サマルカンドの旧市街地アフラシアブの名に由来する。タシュケントとサマルカンドとの間を、所要2時間半で結ぶ。 最高設計速度は時速 250km であるが高速化に対応した線路は当面は 344km の工程中の 35km にとどまっている。車両はスペインのタルゴ車とインジーティム車製のタルゴ250が2編成用意された。車両の構成は前後、計2両の電気機関車に挟まれた1。 軸連接構造の客車8両と食堂車1両からなり、客席の等級は3段階に分かれている。2016年9月に運行開始した新路線。タシュケントからフェルガナ盆地の都市の高感度、マルギラン、アンディジャンカンを結ぶ。それまでフェルガナ盆地へ向かう鉄道路線は旧ソ連時代に付設された路線はタジキスタンの保全道を経由してたが、 両国の関係が悪化し運行停止となっていた。タジキスタンを迂回する路線の建設のために、標高2268メートルのカムチック峠を通過する長さ19.2キロメートルのカムチックトンネルの建設が進められ2016年6月に完成。貨物の運行に続いて、旅客路線も9月1日から運行開始した。多種県と、 アンディジャン間の所要時間は6時間。1日1往復の運行である。また、アンディジャンからウルゲンチまでを結ぶ夜行列車の運行も開始した。1973年に創設された。CIS 諸国とバルト3国の鉄道車両の追跡を行っている。CTC による運転整理を行っている。八管区からなる。鉄道の電化は1971年より、 開始された。電化方式は5 0ルツ2 5 0 0 0トの交流電化である。電化区間6 1 9 9トル起電変電所は10カ所ある。11管区があり、河川延伸列車1組を有する。列車無線が整備されており、優先電話の交換業務は自動化されている。10の保線区、6つの保線機械基地、2つの増林管区、2つの 軌道材料工場、一つの木下町工場、レール溶接列車一組を有する。関連会社の一つに、ウズベキスタン唯一のコンクリート枕木とコンクリート橋桁工場があり、2005年には25万丁のコンクリート枕木を生産した。この工場は将来は年産100万丁を製造できるよう設計されている。二つの軌道材料工場の子会社では、 2002年には7 0トルのレールを溶接し、24箇所35士間の老朽化した橋桁を交換し、528,500立方 M の採石を生産した。9つのディーゼル機関車庫と1つの電気機関車庫を持つ。旧ソ連から承継したディーゼル機関車には20、30、マイナス3、2型が電気機関車には60、260、280、 380型が、電車には旧型がある。1999年に、多ケンと集約機関車工場は、開設100周年を迎えた。近年、2つの工場の連合体である、アジルドゥーリマッシュ社が、機関車や、客貨車の補修部品を製作するために組織された。この会社は、中央、アジア及び、カザフスタンで、唯一の鉄道車両の補修部品メーカーである。 生産性は年々向上し、製品は中央、アジアのみならず、ロシアにも輸出されている。輸入代替と輸出増大のために、日本の国際協力銀行のソフトローンを受けて、多種県との機関車工場で、電気機関車を製作する計画がある。また、車両の検査会期の延長にも取り組んでいる。9つの貨車基地を要する。臨時区工場では、 年間2万組の臨時を生産し、本鉄道の需要を満たすだけではなく、近隣の CIS 諸国にも供給している。アンディジャンの機械修理工場は、本鉄道の需要の2倍の貨車の大修繕能力を持つ。この工場では1996年には120両以上の8軸タンク車を復旧したほか、既存の貨車の2階建て自動車運搬車への改造を実施した。 多種県との客車保守修繕工場では2000年には約200両の客車の大修繕を行った。1日におよそ1万人の旅客がこの鉄道を利用する。過去10年間に30カ所以上の都市や地域の中心の駅の拡張や改修を行った。輸送コンテナサービスを提供している。団体旅客の受付、乗車券の予約と前売り、乗車券の宅配、 駅閉設の簡易宿泊所、広告、観光地へのツアー再高を受け持っている。ありがとうございます。